松下隆一は日本の作家。自然保護、平和などの運動に関わり続け、短歌、小説、随筆から記録文学に及ぶ作品を残した。1937年2月15日、大分県中津市で誕生。生後間もなく肺炎で、既得状態になる。高熱により右目を失明。1956年3月、療養のため4年かかって、 大分県立中津北高等学校を卒業。1956年5月8日、母が45歳で急成したため進学を断念し、父親の豆腐屋を手伝い始める。豆腐の配達で、小さな雑貨店の女主人とその娘と知り合う。梶井いもとじを愛読。中でも、城のある町に手が好きであった。1966年、三原洋子と結婚。家 総門を作る。朝日新聞の短歌欄に投稿。1968年12月に歌集、豆腐屋の式を自費出版した。地方の青年のやるせない気持ちを綴った歌集は評判を呼び、翌年1969年4月に交換され、テレビドラマ化された。1970年7月9日、豆腐屋を廃業して、ペン一本の生活へと転じる。 初のルポルタージュ作品である、風性の女たちでは、セメント工場誘致に反対する女性たちの活躍に、力点を置いたために、反対運動の中心的人物だったという、男性から、絶版要求を受け応能する。しかし、きっぱりと、絶版要求と対決することで、やがては、風性の人々の理解を燃えるに至った。1972年7月。 中津の自然を守る会を結成し、事務局長として行動を始める。1973年3月、環境権訴訟を進める、会結成。武前火力発電所建設反対運動によって、九州電力に反旗を翻した。しかし、お前の家の電気を止めてから反対しろなどという、嫌がらせの声を浴びせられ、共に戦う、はずの革新組織からは排斥され。 同志の中からは逮捕者が出た。そのような状況の中、上野栄心に相談するが、君ね、本当に苦しい戦いというのはだね、仲間内に自殺者の一人や二人は出る、戦いのことなんだよと一周され、覚悟を定めた。弁護士のつかない建設差し止め請求を起こすが敗訴し、その際に、あははは、負けた、負けたという垂れ幕を掲げ、裁判所の権威を笑い飛ばした。 その後交際に構訴、そこでも敗れると最高裁に上告、1985年に原告敗訴が確定するまで12年戦った。自らの反抗外、反開発運動をもとにした暗闇の思想を、明人の小さな海岸にて五分の虫、一寸の魂を発表。無前火力絶対阻止、環境権訴訟を進める会の機関士として創刊した。 草の根通信を発行。隔離されたハンセン病患者の詩人、伊藤穂の評伝、檜の,の山の歌人、三輪地主、室原智之を中心に下請けダム反対運動を書いた取り出によるなど、ノンフィクション作品を発表。その一方で、自らの息子に読ませるつもりで、児童文学も手がけるなど幅の広い著作活動を行う。 甘か事件によって殺害された、大杉久氏と、伊藤の絵の娘である、伊藤類の半生をたどる、イズ父にもらいしなわ、で、1982年に第4回、講談社ノンフィクション賞を受賞。以降、大杉久しの同志、和田久太郎の評伝、久し三殿あるアナキストの生涯、東アジア反日武装戦線を題材とした、のろしを見ようを出版。 1988年1月、四国電力、イカダ原子力発電所出力調整実験反対、行動に参加。同月、日本赤軍手配のためという名目で、警視庁による家宅捜索を受ける。それに対し同年9月に国家賠償請求を提訴する。1996年一部勝訴、控訴。2000年勝訴。松下は、 この過激派心派というのは創作の口実で市民運動、反原発運動潰しではないかと記している。1993年、脱火日光機ハイジャック事件で一般受刑者ながら出国し、日本赤軍の活動に参加した潜水博を書いた怒りて言う逃亡にはヒズを出版。1996年、自らが発行人の 草の根通信掲載のエッセイをまとめた、底抜け貧乏暮らしを観光。毎年確定申告で戻ってくる原稿料の厳選徴収が、ボーナス代わりであろうとも、風や草や川物きらめきにうっとりする、ささやかでひっそりとした貧乏暮らしを語る。1998年には、前週、松下隆一その仕事の観光が開始された。1999年1月以降、 アメリカ海兵隊実弾演習に抗議して、陸上自衛隊の非出生代演習場に毎年通う。2003年6月、小脳出血で倒れる。リハビリに励む。2004年6月17日、中津市の病院で死去、67歳。2004年7月、30年以上にわたり発行された草の根通信が380号で週刊となる。 豆腐屋の四季の舞台となった船場町の自宅は、2016年12月に、指導の拡幅工事に伴い取り壊され、約4000冊の蔵書のうち612冊と、直筆原稿などの資料が、中津市立尾端記念図書館に寄贈された。ありがとうございます。